皆さんこんこにちは美術系の糸春です今回は皆さんに重大発表があります。とその前に、えー、このチャンネルの登録者数が5万人を突破しました。ありがとうございます。このチャンネルをオープンしてからもう3年が経ちました。時が経つのは早いものですね。あの私は大学の時に偶然多学部履修したフランス美術の授業と あのフランスとスペインへの旅行をきっかけに美術に魅力を感じるようになって動画配信を始めましたそんな趣味で始めたチャンネルが今や多くの方にご覧いただいており本当に嬉しい限りですさてようやく本題ですが今回は重大発表があってこんな動画を撮っています皆さんは美術館に行って作品を見た後、感想を誰かと語り合ったりするでしょうか ご家族やご友人と一緒に行って感想を語り合うという方もいればツイッターなどの SNS で感想をつぶやくという方もいらっしゃるかもしれませんあるいはそのどちらもしないという方もいるかもしれませんそんな時にうまく展覧会の感想が言えないとか美術の勉強をちょっとしてから作品を見に行ったのに自分の身になった感じがしないと感じたことはありませんか実はそういう経験が私にもありましたせっっかく心に響いた絵があっても 自分がその作品のどこに心惹かれたのかがわからないそれをうまく人に伝えられないという経験ですそういう自分の感覚を言語化する訓練は日本ではあまりされていないのでこう美,術美術鑑賞をしたにに言語化すすす。るるのの苦戦とといいうのは当然だと思いますですがこの自分の思ったことを言葉にするという行動をすると不思議なことにいろいろなことに気づくようになってどんどん作品を見る目が養われていくんです。 実は、対話を通してこの言語化の力を磨くことができます。ですが、身近に美術に興味のある人がいるという方はあまり多くないと思いますので、今回はそんな方でも一人で美術鑑賞とその感想のアウトプットの練習ができるものを作りました。それが、じゃん世界一わかりやすい美術鑑賞ドリルです。 この本は絵を見る上で私たちに気づきを与えてくれる質問を各ページにカラーの大きな絵とともに載せてありますなぜ作者はこの色で描いたんだろうなぜ作者はこのような筆致で描いたんだろうこの場面の次の展開を予想してみようなどといった想像力を使う問題をたくさん用意しましたなのでこの本が一冊を終わる頃には絵画鑑賞の時に注目するべきポイントや 絵画鑑賞を楽しむ上でどんな知識が必要になるのかとととといいいうここを心得ていることと思います知識のインプットをする道具は本や YouTube 検定などさまざまありますが自分の感想を言葉にする伝えるということにフォーカスしたコンテンツは今のところないのではないでしょうか感じたことを言葉にし伝えて人の感覚もまた言葉を通して理解し心が豊かになるという経験を一人でも多くの方にしていただけたら嬉しいです。 サンマーク出版の先読みというサービスで、冒頭一章分が無料でお読みいただけるので、気になった方はぜひ試し読みしてみてください。Amazon でも本のページのイメージが数ページ分ご覧いただけます。予約も受け付けているので、概要欄の URL からぜひチェックしてみてください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。美術系 YouTuber の糸春でした。